也です。今日はですね、神 VS 神 VS ワンコロさんと、10本選手のね、連戦をやりましたので、こちらの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。いやー、かなりね、久々の連戦となったんですけどね。まぁ、ちょっとね、相変わらずめちゃくちゃ強かったんですけどね。しっかりと解説していきたいと思います。さあ、俺が右側ですね、これね。さあ、開幕パフェ済みでしたが、ちょっとパフェは取れずに、シンプルなこの中開けのね、中開けテトリスの、T スピンダブルロコを連発していく形に対し、ワンコロさん、これ左側の黄色ハッカーですね。黄色ハッカーからの、連鎖を保持してますが、まずはここで右側で2連鎖を打って、お邪魔をね、軽減させつつの、できるだけ、これはね、おー、うまい。そこのハッカーでこれ2連鎖今、しっかりね、1連鎖か、1連鎖ね、増やしましたね。で、6連鎖を打っていき、それをね、俺は総裁を外して、テトリスからさらにテトリス。で、さらに T スピントリプルにはいかずに、ダブルから、シンプルな火力に派生しましたね、これね。で、2連鎖打つけど、1段分ぐらい約振って、これは緑が、いけなかった。しかしこの緑ゾロ2連続で来てるんで、まだ耐えられますね、これね。さあ、そしてさらに、8分の1、8、1を引いて3連鎖ハッカー。俺はそれは全部総裁をね、これも強気に外して、連発攻撃と。これね、まとめ打ちするのがね、ミソなんですよね。一発一発打つよりも、そのまとめ打ちすることによって、火力のね、ボーナスが若干加算されるので、その加算のね、ボーナスが、だいたいまあ1段ぐらいあるかな。その一段がかなりでかいと。さあ、まずはこのまとめ打ちでね、総裁外しからのまとめ打ちで、一本もぎ取っていくと。やっぱりね、総裁外し大事ですね。タイプ A は特に。さあ、今回に関しては、開幕 T スピンダブルです。開幕 T スピンダブルで、ワンコロさん側が、これは紫が起点になってるかな。紫ハッカーが起点となっている状態だけど、上の、あーっと、2段振ってしまった。真ん中が2段振らなければ、まだ、全然いけそうではあったけど、ちょっとね、これは不運で、真ん中に2段振ってしまうと。まあ、ここら辺はね、ちょっとね、確率でありますからね、どうしようもないところではあるかもしれない。上の黄色で2連鎖ぐらいはあったけど、多分おそらく同時消しで2連鎖ダブルぐらいまで用意する形だったと思いますね、今のね。さあ、今回に関しては、DT 砲。俺が開幕 DT 砲で、今回右側に組んでますね。上の縦3つの縦3の緑ハッカで、6連鎖、7連鎖、結構ありますね。左側の黄色ぐらいまでつながる連鎖をしっかりと打ってくる。さあ、でかそうで、俺はちょっと連があんまりつながらずに、これ耐えられるのか。さあ、なんとか黄色までのこの8連鎖あるが、さすがに8連鎖打たれると、さあ、去ってしまう、でかい。やっぱりね、連がね、ちょっとグダってしまうとね、この8連鎖の餌食になりますよね。しっかりとこれね、やっぱりね、回収率がこれ素晴らしいですからね。シンプルイズベストでかい。さあ、今回は、開幕 TSE。やっぱりね、連もね、かなりね、まあ、使いどころによってはかなり強い戦法にはなるんですが、やっぱりね、結構ね、難しいですよね、このレベルに。連をしっかり組み込んで、なおかつ、間に合わせるとなるとね。さあ、開幕は、T スピンダブルだったかな。で、しっかりとテトリスとか T スピンダブルのこのシンプルな火力耐性で、ワンコロさんがこれ5連鎖でそれも全部受けてからのこのまとめ打ちね。まとめ打ちでやっぱりその先ほど言ったね、火力が、ボーナスが加算されるんでそこがでかい。で、できるだけ同時消しを用意しながら積もるだけ積もって2連鎖ダブルを含めるこれ5連鎖までかな、黄色の。さあ、でかい。最初にね、これね、同時消しが挟まってるっていうのがね、これでかいんですよね。その同時消しって基本的にその、後の方の連鎖になると、同時消しのね、倍率が若干弱まってしまうんですが、これね、短い連鎖、まあ、2連鎖とかの同時消し、3連鎖とかの同時消しだとね、結構その、ボーナスが高めではあるので、やっぱり短い連鎖で同時消しを構えつつの、最後の方はね、ちゃんとした連鎖みたいなね、ところはやっぱ意識してるような気がしますね、ワンコロさんは。さて、これはまだ耐えれてはいるがさ、これ、緑が、間に合わないか。間に合わないけど、黄色でまだ5連結の単発打ってるけど、さすがに、埋まっていった。ふんふんふん。まあ今のはね、相手を間に合わせない、シンプルないい火力を送れましたね、俺側がね。さあ、3本目をもぎ取っていくと。ふん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 。まあ悪くはないですね。いい感じの火力は送れてるような気がする。さあ、そして、これは開幕パフェ済みで、パーフェクトクリアが取れる。2列パフェはなかったですね。2列パフェはなかったが、さあ、ワンコロさんがこれ緑ハッ
か。で、しっかりね、緑で発火して、これ3連鎖目はね、ちゃんと1連鎖伸ばして、おっと、うん、繋がってないよね。青まで今一瞬繋がってるかなってちょっと思ったけど、青はさすがに繋がってなくて、さあこれ8、1をちゃんと回して利用して、2連鎖ダブルを含める、これ3連鎖ダブルですね。でかい。連結込みでかなりでかいので、それね、受け切れると、だがしかし俺は判断して、全部受けてからのこの的道。これが強いんですよ。先ほどももう何回言ってるけどね、この、まとめにするとこの火力のね、ボーナスが加算されるんで、そのボーナスでおそらく真ん中のね、あの紫までこれ埋まりましたからね。こういうやはりまとめ位置がめちゃくちゃミソになります。さあ、ここもしっかりとボーナスを加算を利用して、4本目取っていく。うぶ。一発一発送るとね、なんだかんだね、意外と耐えられて、しかもね、3連鎖とか2連鎖ダブルとかで、ね、返されてしまうんで、まとめて送るっていうのはやっぱり、状況によってはかなり強いです。さあ、T スピンシングルにしてからの積み込み派生に切り替えていく。赤から発火で3連鎖。3連鎖かと思ったら、4連鎖ダブルからの5連鎖までやった。ちょっと業種ミスりましたね、これね。対戦、こうやって見ててもね、この業種が普通にミスったりすることも全然あるので、対戦してる側だとね、なおね、これ連鎖が本当に見えないんですよね。さて、結構競り上がったものの、まあ、穴的にはかなり悪くない穴は来てるので、まあ、全然掘れますね、これね。黄身のから大身の、そして Z 身の L 身の丸かな。I 身の丸ですね、言うか。I 身の丸の7連。かなり強いぞ、これは。しかし、間に合わせて、3連鎖。3連鎖だとでも、だいたい3段ぐらい振るので、これはシンプルな。3ライン消し、2ライン消し、2ライン消しと。これ、チョコマカ攻撃ですね。いいですね。あそこでね、下手にね、攻撃を送るのが遅くなって、相手にね、リソース、プヨのリソースを構えられてしまうと、ワンチャンね、逆転の余地があるので、あそこはもう、とりあえず火力をね、ちっちゃい火力でもいいから、2ライン消しとか3ライン消しとかを送りまくって、相手のね、プヨの量を稼がせないのが、大事です。さあ、今回は高めの青発火だから全然なんとかなりそう。後ろは、黄色と、青。青は、さあ、一回単発を打ってって、多分後ろのこれ成長させますね。連鎖部側の緑が繋がってないので、上から連鎖を繋げていく感じかな、多分。赤から、さあ、どうなってるのか、これちょっとわからない。さあ、赤ではもちろん青ではあると思うんですが、さあ、ここで打っていくと。さあ、予想外で刺さっていった。おそらくね、青発火なのは間違いなかったんですが、これちょっとね、タイミングが、いい感じに噛み合いましたね。結構俺側も危ないところではありました、今のは正直。撃たれたらかなり不利にはなってたかな。結構噛み合った状態でもぎ取っていく。今のね、ちょっとね、内容的にはかなり危ない試合ではありますね、ぶっちゃけ言うと。勝ったもののかなり撃たれたら危なかったです。さあ、今回は、T スピンダブルの LJ イルジョン地獄。さあ、ワンコロさんがこれはうまいですね。黄色まで繋がっている。6連鎖。これ今のね、凝視しましたね、これね。凝視して、繋がってるのか繋がってなかったのかおそらく分かんなかったんで、ちょっとね、考えつつの凝視して、あ、繋がってるのかって、ちゃんと冷静に判断して、打っていきましたね。あれがもうノータイムで、見えてるんなら、考える必要はないんでね。この凝視にはやはり時間がかかるんですよね、台湾コロさんは。さあ、ジェイミンの置きミスが痛い。そこに、ちょっと迷ってはいるが、3連鎖を打っていく。3連鎖ですね。3連鎖で、青でしっかりとハッカー。これも3連鎖。俺は T スピントリプルからの T スピンダブルのこの TD アタックですね。トリプルダブルの略で、TD アタックです。さて、真ん中に2段振らない。2段振らないとなると2連鎖ダブルからの3連鎖で全然耐えきることは可能。俺が T スピンダブルから、これは T スピンフィンを行っていった。さあ、ここでね、T スピンフィンです。やっぱりね、T スピンフィンもね、特殊 T スピンの意思と、一種ではあるんですが、このうまく使えばね、かなり実用的に組める形ではあるんで。で、テトリスってからの、こっからの中開けに派生していく。オッケー。いや、この中開けは強いですね、さすがにね。今の中開けは、その相手がね、万が一連鎖を打たれたとしても、やっぱり耐久力あるんでね、中開けはね。それをなおかつ受け切ってからのこのカウンターの連が待ち構えてるんで、あそこのタイミングでの中開けは相当強いです。ワンチャンね、マージンタイムに突入する可能性はあるんですが、それをね、差し引いたとしてもめちゃくちゃ強いですね、今のはね。途中連も使いようによってはかなり強いです、タイプ用に。タイプ用においてもね。さあ、T スピンシングルに対して、それは緑がちゃんと段差があって5連鎖まで、それをしっかりと総裁外してからの、さらにテトリス、T スピンダブルと。
ワンコロさん側はこれは、しっかり4連鎖ありますね。4連鎖あるから全然難なく返ってくる。だがしかしこれ俺が T スピンダブルテトリス、T スピンダブルと、この3連発攻撃が強烈すぎる。まとめ打ちのボーナス。単発から単発で耐えて割るが、かなりもうこれ降ってるのはね、分かっている状態ではあるんで、さらに T スピンダブルからの、T スピントリプルドネイトにしようと思ったけど、ダブルでおそらく妥協するかな、これ。エルミノを真ん中に寝かせて、S ミの屋根で、T スピントリプルの形だけど、ダブルで妥協する。火力の構築の仕方ですね、これね。やっぱりまとめ地強いな。ちゃんとね、この状況を見極めた上でのこのまとめ地再生が非常に強い。さあ、開幕 T スピンダブルからさらに T スピンダブルを打っていき、ワンコロさん側はこれは、縦さんの真ん中の青ハッカーですね。で、左側にさらに、できるだけリソースを稼ぎながらの、まずは5連鎖。基本的に5連鎖を打たれると、テトリス側はね、受けてからじゃないと相手に攻撃を送り返すことはできないので、しっかりと受け切ってから、相手に送っていくと。総裁外しがやっぱり大事ですね。3ライン消しからの T スピンシングルで、テトリスボリからの、さらに T スピンダブルテトリスのこの、まとめ地再生。うん、強いですね。この、やっぱり、置きミスなくね、このシンプルに軽く中開けテトリスを送るっていうのはめちゃくちゃ強いですからね。さあ、ここもしっかりともぎ取っていく、リーチをかけていきますよ。さて、このまま決まるのかどうか。開幕これも T スピンダブル。で、今回は青ハッカーかな。青ハッカー、縦さんの青ハッカー。やっぱりね、この縦3つにしてるのが、受けが広めで。まあ、ある程度埋まっても大丈夫なように整えてますね。さあ、これは2連鎖トリプルからの3連鎖ダブル。でかいぞ、これは。ギリギリか?ギリギリ耐えられる、危ない。なんとか T スピントリプルの形を用意していたので、ギリギリ耐えられたんですが、今のはちょっとね、やりすぎ大臣さんで、咎められそうではありましたね。危ない、危ない。さあ、ここまで繋げてって、エルミノから Z ミノまでかな。エルミノから Z ミノまで繋げてって、さあ、しっかりとそれは、緑から打っていき、同時消し込みだが、これはどうだ?ギリギリ足りないか ?5 連鎖ダブルから6連鎖ダブルで足りないですね。あ、この連がでかすぎて刺さっていったー。いやー、まあ、連としてはね、やっぱりギリギリ耐えられたのが今の最後はでかかったですね。開幕ね、ワンコロさんが2連鎖トリプルを含めてね、3連鎖ダブルでちょっと同時消しで俺のね、連をね、咎めてくる体制ではあったんですが、そこにギリギリ耐えられたからば、この耐えた上でのね、後打ちの連がめちゃくちゃ強かったと。6連鎖ダブルもね、非常にうまい連鎖ではあったんですが、ギリギリ帰れませんでしたね。7連鎖ぐらいあったとして、トントン。お互い、まあ、完全総裁ぐらいでしたからね。さあ、しっかりとこの連で、もぎ取ってきた。やっぱりね、的道がミソになりますよね、これね、タイプはね。どこで、どのタイミングで相手の攻撃を受けるかとか、どのタイミングで、的道するかとか。もちろんね、まとめせずに、一発一発ね、その送るタイミングの方がね、大事だったりするときもあるんでね、そういう火力の見極めが非常に大事になりますと。というわけで、今日はこんなところで終わっていきましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。